が始まった明治から昭和の初めにかけ、まだ十分に整備されていない道路に代わり、重要な交通手段として人々に利用されていた川。そしてこの石狩川を舞台に活躍したのが外輪船上川丸です。上川丸は外輪式の鉄製の蒸気船で、石炭を焚いて発生した蒸気を利用し、船の両側にある水かきのついた車輪を動かして進みました。船の構造は中央部に機関室、その前後に荷物置き場と客室、船上の甲板には操舵室がありました。船の底は平らになっており、水深1メートル前後のところでも航行することができたのです。人々の足として、また農産物や木材を輸送するために活躍した上川丸。秋になり、石狩川上流の農家で作物の収穫が始まると、上川丸は雑穀を大量に積み込んだ川船を仕事を引きながら入港しました。この姿は当時江別の風物詩の一つにもなっていました。Thank you.